山梨青年市範学校は1944年に設立された青年市範学校である。山梨青年市範学校の男子部は甲府市甲府中町の山梨市範学校男子部に女子部は東山梨郡加納岩村の山梨市範学校女子部に併設されて発足した。1945年7月の空襲で男子部校舎を消失し、 同年9月の授業再開時には、市販学校付属国民学校の一部を使用した。1947年6月、市販学校男子部が、仮校舎から、元のコーチに復帰するのと入れ替わりに、旧陸軍63部隊兵舎跡に移転した。この時、女子部も、加ノ岩ワコーチから、男子部コーチに統合された。現在、63部隊兵舎跡一帯には、 山梨大学教育学部附属小学校、中学校などが建てられている。山梨大学学芸学部園各詞では、詳細が記されていない。広報広報2006年4月号を飛び出せ。市民レポーター参照。伊勢団地が、農林学校の跡地。AB、官報第5664号、昭和20年11月28日。 ありがとうございます。